お仕事終わったのかしら。針も切り上げようかな。スタッフさん、よいしょ。お疲れ様でございます。先にお風呂ではなく我々のご飯をお願いいたします。お願いいたします。カリグレインフリーの方多めにもらおうかな。スタッフさん、それどこ持ってくの。ちゃちゃん、スタッフさん怒ってるかも。スタッフさん怒らないで。限界にも意外と毛がたまるんだな。思春期おじさん。はい、行きましょう。やばい、カリンちゃん、チャイたち吸い込まれるかも。おう、タイさんタイさん。あーやだ、あー夜なのに。おい、嘘だろ、次カリかも。カリンちゃん、置物のふり。カリンの得意技、フクロウの置物。よし、行った。ああ、少なめでお願いします。本当は大盛り、本当は大盛りだよね。ああ、意地悪してくる。カリンちゃんご飯。はい、カリンちゃん先に食べるよね。あ、いただきます。時には誰かを知らず知らずの、なんだっけ、うちに。もういや、いただきます。うん、あー、やだ、変態。ビュリナキッド。ああ、なんだよ紛らわしい。違うんだったら音立てないでほしいよ。今日はおやつないのかしら。2度目のハッシュタグアンジェリーナジョリー入れた。スタッフさん、それは入れないでいいよ。なんで。いや、なんで入れるな。だってチャイアンジェリーナジョニーでしょ。あ、そうだったね。あ、スタッフさん言った。時には誰か。いやだ、カリンちゃんちょっとモノマネしてる。帰ってきたかな。あ、お迎えよろしく。あ、やだ、ちょっと足しびれた。スタッフさんおかえり。一人なのにいっぱい買ってきたね。いやだ、スタッフさん気を利かしてチャイのも買ってきてくれたんじゃないの。スタッフさん、盗まれないようにチャイ守っといてあげたから。ああ、もうお礼なんていいよね。だってチャイの買ってきてくれたんでしょ。
お弁当集してきた。あ、気になって寝れない。パチパチうるさいよ。お耳の穴に肉球突っ込んで寝よう。スタッフさん切ったね。ポロポロ落ちてるよ。なにスタッフさん、落ち着きのない子だね。はい、皆さん、セクシーが通ります。帰ってきたセクシー、うん、視聴者にサービスね。チャイも人の食べる納豆の匂いダメなの。納豆にお酒の匂い、工夫。ファイオーソマツ様でした。スタッフさん、なでなで。スタッフさん、カリンちゃんがなでなでしてって、早く行ってあげて。ほらカリンちゃん来たよ。やっと来たか。はい、なでなで。あお。この時間になるとおじさん同士のイチャイチャが始まります。チャイちゃんどこ。ここにいるよね。ありがとう。なにそれ。よし立ち上がろう。おー、やられた。何その遊び。待っておりましたよ。最高だな。でもスタッフさんはセクシーが目の前にいるとチャイのことをガバーッと触れない。ほら来た。ここからガバーって来ない。うん、恥ずかしがり屋さん。嘘でしょ。また始めた。終わったみたい。なぜかちゃいちゃんもスタッフさんがシャワー入っているときに毛づくろいを始める。よし、スキンケアちゃんとやってるか確認しに行こう。スタッフさん肌荒れすごいもんね。さあ保湿して行きましょう。かりんちゃんも保湿した。スキンケアの基本は保湿。チャイもここでスキンケアしよっと。パシャ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 ピチ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 。スキンケア完了。
さあ行きましょう。ああどうして来ないの？ちゃーちゃん落ち着いて。夜食。あ来た。やっと来た。よし夜食はお茶漬けのつもりでカリカリを食べよう。いいねカリ、鮭茶漬けのつもりで食べるよ。チャイはねイクラと鮭。ちゃーちゃんずるくないそれ。いただきます。うん。サラサラっと。今イクラがプチってなった。カリも今プチプチってなった。あれカリちゃんもイクラトッピングしたの？もちろん。スタッフさん、明日からダイエットって昨日も言ってたよね。ああ、早くお部屋を暗くしてほしい。ああ、眩しい。また匂いてろ。今度はお酒の臭いな。スタッフさん、臭いよ。はい、スタッフさん、寝る前のトレーニングしよう。さあ、始めるよね。はい、四つん這いになって。よし、カリは肩甲骨をチェックしてあげるよ。1、はい、戻して。2、いいよ、スタッフさん。切れてる、切れてる。はい、戻して。10、はい、お疲れ様です。お疲れ様。じゃあ、ちょっとドライブ行ってくる。それでは出発。はい、次の目的地は羽ばき前でございます。到着。前方に見えますのはお布団を敷くおじさんでございます。だいたい夜1時2時に活発になります。スタッフさん、今日もお疲れ様。おやすみなさい。さあ、ここから羽ばき前メインイベント、おじさんの背面ダイブです。よいしょでご唱和をお願いいたします。それではいきます。せーの、よいしょ。スタッフさんが寝るまでの間、スタッフさんをずっと見ているというルーティーン。寝る頃になるとなぜかギンギンになるという狩りのルーティーン。あれ、スタッフさん寝ないの？あー、スタッフさん、狩り一人でここで寝るの寂しい。オーライ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 、スタッフさんの足元空港到着。あー、もうスタッフさんの寂しがりや。あー、肉球冷たくて気持ちいいな。こりゃ夏場でも快適だよ。チャイの車中泊もおすすめだよね。よし、この快適な環境で寝るとするか。チャイはずっと背中を触られているという環境で寝るよね。
カリはずっと足に挟まれているという環境で寝ることとなったよ。おやすみ。おやすみなさい。目指せ1000いいね。チャンネル登録をしておくとカリたちの動画が見つけやすくなるよ。イエイ。そしてベルマークを押しておくとカリたちが動画を上げるとお知らせが来るよ。フォー。あなたにおすすめの動画。オッケーオッケー、チャイちゃんフォー。前回のモーニングルーティーンに引き続き今回ナイトルーティーン撮ったけど、みんなどうだったかな。ぜひ感想をコメント欄に書いてほしいよね。そうだね。他にこんなことやってほしいっていうのもあればぜひコメントに書いてね。ああ。